メトロライナーは1969年から2006年までワシントン DC とニューヨーク市の間を運行していた高速旅客列車である。当初はペンセントラル鉄道後にアムトラックが運行しニューヨークのペンシルベニア駅とワシントン DC のユニオン駅の間を2.5から3.4時間の所要時間で結んでいた。当初は動力分散式の専用の電車が使用されていたが 後に、機関車牽引列車に変更された。座席は、ビジネス席と一等席が設定された。速度の上では、現行のノースイーストリージョナルが近い存在ではあるが、メトロライナーと異なり一等席の設定はない。電気機関車牽引列車となってからのメトロライナー、メトロライナーメトロライナーは1969年1月16日、ペンシルバニア鉄道とニューヨークセントラル鉄道の、 合併により成立したペンセントラル鉄道により運行を開始した。車両はペンシルバニア鉄道時代に開発されたバッド車製のメトロライナー用高速電車が使用された。当初はワシントン・ニューヨーク間が1日1往復で、後にもう1往復が増発された。1969年4月2日からはワシントンとニューヨークの間をノンストップで結ぶ列車も設定された。 最高速度は最初数年間は時速120マイルであったが、1970年代に時速100から110マイルへ引き下げられている。1971年には列車の運行がアムトラックに継承された。メトロライナー電車は高速運転による主電動機の故障が多発し、1982年には電気機関車牽引の客車列車に変更された。 牽引機関車はイムヌマイナス7でメトロライナー電車をベースとしたアムフリート客車を牽引した。最高速度は時速120マイル、後に時速125マイルに向上している。2001年に新たな高速列車アセラエクスプレスの運行が開始されてからは本数が縮小され、メトロライナーは2006年10月27日に運行を終了した。 廃止時点での運行本数は平日の1日1往復のみであった。ありがとうございます。